Welcome everyone to another episode of Next to One Fern. No, just kidding. We are back at the Round Akiba, and today we are here again with Usako. クリス・ウサコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Yeah, you might have seen クリス・ウサコ in some of our previous videos. We actually got the chance to interview her before as well. And、today we had a shooting with three different outfits of hers in this、beautiful studio of ours, the Cube Studio. Yeah. そうですね、今日はどんな撮影しましたか？はい、今日はセーラー服を着たり、大好きな競泳水着を着たり、最後は悪魔の格好をして、少しフェチな撮影をしました。お悪魔、怖いですね。悪魔、怖いですよ。怖い。怖かわいい。怖かわいい。怖かわいいですね。最初はあのセーラー服の撮影でしたね。もう本当に日本の伝統的な撮影でした。うん、最初は起きてから和室でお茶を飲む、うん、毎日 そのようでですか？うさこはコーヒーが大好きなのでお茶ではなかった。和室ありますか？和室ないんですよ。ないです。でも和室大好きです。雰囲気がいいんですね。雰囲気が日本っぽい、落ち着きます。でその次はあの水着撮影して、うさこが大好きな競泳水着、来ました。あの紐が、はい、紐がある水着。その紐は何のためにありますか？わからない。なんでだろう。可愛いだから。可愛いから。なんかわかんないけど可愛い、可愛くてセクシー。可愛くてセクシーですね。紐がある方、紐があるのが。競泳水着はちなみに何着持ってますか？私は今31着。わお。お家が競泳水着でたくさんあります。すごいですね。水着大好きです。大好きで、マニア。もう1ヶ月で毎日別の競泳水着着ることができますね。いいですね、日替わりで。すごいですね。クルス・ウサコさんも自分の YouTube チャンネルやってますね。はい、クルス・ウサコの YouTube チャンネルあります。クルス・ウサコで検索してもらえたら出てきます。おや、大好きな競泳水着を着た動画、ムービーもたくさんあるのでぜひチェックしてください。ですね。 We will of course put her information in the description box below. You can check out her channel, her social media accountsShe has a lot of、swimsuit content over there. そうですね、YouTube チャンネルでもなんかたくさんの競泳水着をちっちゃくした動画がありますね。はい、上げてます。持ってる競泳水着全部着たので、見てください。すごいですね。お願いします。YouTube チャンネルにもゲストでなんか可愛い女性がよく出てます。ああ、はい。出てます。はい、踊ったり、はい、ダンスも大好きなので、可愛い女の子、踊ってみた、一緒に踊ってみた。日本では大人気の大人気の踊ってみたを、可愛い女の子、友達と一緒に踊ったりとかもしてます。で、競泳水着の中で一番好きな競泳水着は何ですか？難しい、全部好きだけど一番お気に入りは初めて買った競泳水着、はい、シルバーのテカテカキラキラ輝いてるやつ、アーマーみたいなのが一番好きです。懐かしい感じがある。懐かしい。競泳水着を31着持っててもその水着は実際プールで使いますか？それも撮影のためのみですか？泳げるものもあるんですけど、私自身は
泳ぐのがちょっと苦手。じゃあ一切泳いだことがないです。一回シンガポール、はい、あー、はい、マリーナベイサンズ、はい、大きいプールで競泳水着着て、でも泳いではないです。あ、私お水で入るだけ。それはその31着の中の一つの中の一つの一つですね。クルス・サコが自分のために一生を選ぶ場合は何がポイントですか？選ぶポイントはたくさんあるんですけど、はい、一つはみんなが着てあまり着てないもの、なんかレア、レア、珍しいものが、好きなのと、テカテカしてたり、あと紐があったり、はい、ちょっと変な変わった変な競泳水着が私は大好きです。うん、その水着はどこで見つけますか？インターネットでも、ネットで調べて買うことが多いです。他の趣味は何ですか？最近は、その踊る、あ、踊ってみたを、あのボーカロイド、あ、ボーカロイド、アニソン、アニソン、アニソン好きならアニメも好き、アニメも好き。最近なかなか見れてないんですけど、今度シャーマンキングがアニメ、もう一回アニメ、あー、のリニューアル、アリニューアルする、あれがすごい楽しみです。すみません、少しあの踊るのが得意なので少し踊る、踊れない、恥ずかしい、恥ずかしい。ちょっと音楽を やばい。うさこの YouTube を見て残念、わかりました。So if you want to see a dance, check out the channel. She posts a lot of dance movies. 恥ずかしい。どうですか、こう手を、あ、わかってる、いいですね、かわいい。恥ずかしい。デビルダンス、デビルダンス、あれYouTube でもゲーミングのコンテンツもしてますね。はい、マリオ。マリオ。でもルイージのコスプレしましたね。ルイージ、ちょっとセクシーなルイージ。セクシーなルイージ。いいですね。じゃあマリオが得意ですか？スーパーマリオ。マリオ大好き。今度UFJ にもスーパーマリオランドが始まるんですね。あ、そうなんですか？知らないんですか？知らなかった。マリオのファンなのに。ビッグニュースですよ。まあ、少し多分遅れるんですけど、はい、スーパーマリオランドを行かないと。行きたい。行きたい。絶対行きます。うん、行かないと。知らなかった。クルス・サコさんはもうマスターですね。ゲーミングマスター。なんか動画を見たらすごい上手です。本当ですか？YouTube 載せるときにゲームやる、はい、緊張ドキドキしちゃって、はい、下手くそ。実際は上手ですけど、実際は YouTube では少し下手。わかりました。いいわけですね。最後にみんなに伝えたいことありますか？はい、さっきも紹介したんですけど、YouTube たくさん撮影して編集してアップしてるので、そちらを見てほしいのと、 Twitter と Instagram にセクシーな写真たくさん持ってるので、ぜひチェックしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。 Yeah, check out her social media accounts, and she also just started Patreon, on which we'll put today's contentDefinitely check her out. Stay subscribed to the channel for more interviews like this. And see you next time around Akiba. Please check out my Patreon. See you there.